こんにちは。聞こえますか？ はい。はじめまして、ドミトリーと申します。よろしくお願いいたします。 はい、そうです。私はウクライナ、ヨーロッパの東、ウクライナ生まれと育ち、今はオーストラリアの暮らします。はい、そうです。3年半ぐらい前にオーストラリアに来ました。はい、そうです。はい。オーストラリアは、いい天気。カンガルー。いろんな動物が、います。いっぱい。いろんなタイプ。いい場所。はい、仕事も、いい仕事。ちょっと待って。大丈夫。問題ない。はい。今日、初めて今日のインスタントレッスンの使えます。はい。話す練習だけ大丈夫。 はい。私は1週間に日本語能力試験やってみたい。その予定があります。 でもはい、そうです。でも私は多分10年ぐらい前に日本語を勉強しよう、始めました。でも、時々勉強しています。その後、勉強しません。その長い、20年前に始めた、だけど、今まで よくではない。でも、頑張ります。 多分興味があります。いろんな日本文化好き。いろんな、多分10年前アニメいっぱい見ました。ナルト。その後、映画とテレビ、日本のニュース、時々見ています。ネットフリックス、例えばネットフリックス、いろんな映画を、見てます。はい。 はい、そうです。そうです。ネットフリックスの字幕をつけて、日本語字幕、オリジナル、オリジナル、はい、言葉、音声、はい、聞こえて、と、新しい言葉を辞書を探して、少しずつよくなります、多分。はい。英語、ファブル、知ってますか？ これはヤクザみたい映画。殺し屋、いろ、ストーリー、面白い。はい、面白い映画です。
futsu じゃない、普通のヤクザ映画じゃない。少しコメディがあるとか、いろんな 面白いことがあります。そうです、多分 そうです。難しい。たくさんあります。多分一番ですが、知らない。青井さんはどの一番映画はですか？わかりました。面白い、面白い。わかった。趣味は、いろんな趣味があります。例えば、最近、モトバイク、免許、運転免許をいろんなテストをしました。 運転免許のために。この金曜日終わった。 finally ついに終わりました。そうです。 例えば、仕事、オフィスに、行ってるできます。行ってるのか できます。週末、いろんな場所、行ってんことできる。そうです。多分今年7、4月ぐらい、4月じゃない、7月、7月 7月を始めまして、今11月から5月ぐらい、6月、5ヶ月。でも、この特別のテスト場所、4回目だけ行ったことがあります。例えば、初めて来て、2日 2日の短いコースの後、how can I say? ビギナー運転免許を受けて、自分で、練習しました。その後、2ヶ月後だけ
次のテスト。What can I say? を受けることができます。できました。でも、ロックダウンのために少し長くになりました。はい。はい。そうです。そうです。そうです。はい。1ヶ月前に、そのテスト、名前はチェックライド、後で、また1ヶ月、またなければなりません。1ヶ月前、後で、最後のテスト、受けた。この金曜日に、はい、そのファイナルテスト後に、運転免許をもらった。はい、そうです。 はい、ありがとうございます。 やった。今は、ちょっと待ってね。名前は忘れちゃった。電車みたい、トラムをつけて 仕事に行ってきます。でも、How can I say? 最近、家から仕事をしていました。でも、今はロックダウンは終わって、事務所にもっと 良い?オフェン、よく行ってほしい。事務所、よく、その予定があります。はい。はい、そうです。正解です。はい。はい。から仕事をしては好きで、でも時々事務所を行ってほしい。このハイブリドの方がいいです。はい、そうです。はい、そうです。オーストラリアの地図です。はい、そうです。オーストラリアはいろんな、州、ステイト、今は少し難しい。別の州、いろんなルールがあります。例えば、私はメルボルンに住んで シドニー、行ってことができます。でも、例えばブリスベンできない。今はブリスベンとペース ダーウィンもできない。でも例えば、なぜ、私の州、メルボンの州は、ビクトリアの名前。ビクトリアにいっぱい、感染者が数あって、でも隣の州、感染者はない。そのはちょっとまない。
So Victoria took and New South Wales も感染者がありますので、ニューサウスウェールズとビクトリア隣が、そのために、ニューサウスウェールズを言ってことができます。で、ニューサウスウェールズとビクトリア別の州言っては、いろんなルールがあります。チェック。毎日、you know, チェンジ変更します。はい、少しは問題です。うん、はいはい。でもは今はロックダウン終わった。接種数が増えて、今はロックダウンがなくて、悪くない。はい。はい、そうです。はい。いいです。今、どうでもできます。You know, いろんな、街のエリア行ってることができます。はい、はい、そうです。はい。前にいろんなルールが、例えば、私の家の隣だけ5キロメートルレディスだけ、そのルールがあって、別に面白くない。今はそのルールがないです。はい、はい、はいはい。あ、簡単な趣味や、はい、バイク以外、例えばビデオゲームを時々プレイしています。ギターを弾きます。とか、はい、散歩。私は、ちっちゃい犬が、います。そので、はい、その犬を散歩、つきます。つい込みます。連れて行けます。はい、そうです。ありがとうございます。名前は、ヤシャ。Yasha, 意味は、これは Jacob みたい。Jacob、特別の意味がない。はい。はい。シェトランとシップドッグしていますか？このちっちゃいコリみたい。はい、めっちゃかわいい。性格はいいです。悪くはない。いい性格です。ああ、多分、この犬、別の人に、別の人から受けた。その、多分6年くらい前に。はい。はい、そうです。はいはいはい。私はいろんな、ウクライナ出て、いろんな国を住んでて、今はオーストラリアに住んでる。はい。
例えばドイツ、日本、ニュージーランド、はい、今はオーストラリア。はい、そうです。私は、エンジニア、プログラマー、ウェブサイトを作ります。そので、仕事探しやすい。はい、です。ドイツで多分9ヶ月ぐらい、10ヶ月ぐらい住んでた。ドイツは、はい、いい場所です。多分、ウクライナの比べ、similar, はい。多分ヨーロッパの国少し同じ。はい。そのために、面白い国 を探しました。はい。日本に、日本語、長い時間の勉強して、日本にいた。話す能力別に高くない、でも仕事をすることができました。 はい、そうです。 いろんな経験がありました。はい。例えば、食べ物はめっちゃ好きです。食べ物。でも、私は東京に住んでて、電車に乗って別に好きじゃなかった。めっちゃ混んでいます。はい。毎日長い時間かかって、はい、ちょっと疲れた。でも面白いでした。はい。はい、そうです。 サラリーマン生活をしました。 はい、そう、スーツ、毎日スーツを着て 仕事 いた。はい。でも、ランチで いろんなレストランにいて、いっぱい、めっちゃ好きでした。はい。ラーメンが好きです。カレーライス、カレーヌード はい、はい、いろんなカレーがめっちゃ好きです。多分、what else? いろんな、いっぱいいろんなタイプ、食べ物のタイプが、やってみました。はい、多分一番の好きのラーメンは、豚骨ラーメン、多分一番。豚骨、はい。豚骨。はい。で、very thick、いい味。はい。はい。
ニュージーランドで1年か、1年と3ヶ月ぐらいに住んでいまして。ニュージーランドは、ニュージーランドは、ニュージーランドで自然、めっちゃ綺麗、景色。人はとても優しい。いい場所。でも、めっちゃリラックス。日本の後で、みんな、めっちゃリラックス。した そうです。そうです。初めて、人は、例えば外に 出て、みんな私と話しています。どうでも話す、どうでも人が 話すできます。最初に少し、びっくりしましたと、でも、なられました。なれました。少し日本の比べて、その文化は違います。日本で、誰でも、話すできない、話しません。普通に。でもニュージーランド、毎日、ストレンジャー と話していました。そうです。多分ないです。多分ない。少しだけ大丈夫。でも、少し違います。多分、そうです。そうです。多分、1年ぐらい後、ここ席、ここ席を受け取ることができます。めっちゃ、便利。オーストラリアのここ席、その後、いろんな国を、行くことができます。ビザがなくて、ビザがなくて、なけ、はい、そうです。タイランド。例えば、私はインドネシアのバリに、いた、オーストラリアから、vacation、ホリデー、趣味のために、面白かった。多分、タイランドは、バリみたいだけど、
その、はい、その国を行ってほしいです。はい。うん、はい。うん、はい。そうです。はい、旅行は好きです。はい。私は犬をもらって犬と一緒に旅行行って行っての時この犬はどこ you know, どうしようこの犬いろんな、特別の犬場所、犬ホテルを探しています。毎回、それちょっと問題です。でも、はい、はい、旅行してほしい。うん、はい、そうです。はい。はい、ありがとうございました。いい話だった。楽しかった。はい、ありがとう。はい、バイバイ。さよなら。